ありがとうございます。たくさんの、お客さんが入られて、誠にありがたいと思うんですけれども、私が演じる演目といいますかは、臨機の駒という演目をさせていただくんですけれども、臨機というのは、僕は聞くまで分からなかったんですけど、臨機というのはなんか気持ちという、言葉みたいです。で、臨機心というのは焼き餅焼きという言葉なんですけれども、歌助師匠にまずその臨機の話を枕に持ってきたらどうですかという話を言われましたけども、僕自身の臨機の話がちょっとございませんで、いろいろ考えて今日ここに来るまでずっと考えてたんですけど、ちょっと母親の話があるなと思って母親の話をちょっと言おうかなと思うんですけれども、私のお父さんが、今も84になるんですけれども。割と僕と仲良くてといいますか、友達みたいにこうお父さんと一緒に接して、で、仲良くて2人でよくボクシングを見に行ったりするんですけれども、お父さんにお金を出してもらって、僕1人こう2人で行くんですけど、お父さんすごいなと思うのは、2年ほど前に、東京で、八重樫とローマン・ゴンサレスという世紀の一戦と言われた、試合がございまして、代々木体育館 でそこにお父さんに電話して、この試合は絶対見た方がええぞ言って大阪から来るかっつったら、行く言って一人で、82のお父さんが一人で新幹線乗って来たんですけど、でその後、車で僕迎えに行って二人で見に行って、でまた、試合を見て次の日僕の家に泊まって朝帰っていくという、一人で帰っていくというそういうことをやってて、一番すごいなと思ったのが、たまたまその、お父さんがその入院してまして、カテーテル の軽い手術やったんですけど、2泊ぐらい入院されてまして、で、病院で、退院の日に僕がまたたまたま大阪にいたんで、僕もじゃあ行くわっつって行って、で迎えに行って、で退院してる時に、ちょうどその日がね、長谷川穂積とね、で山中伸介という試合がね、大阪城ホールであったんですよ。で退院したその日に、病院で「アヒロ行けるぞ」って言わはったんですよ。で「何が？」っつったら「今からボクシングの試合を見に行くぞ」みたいなことを言うんですよ。退院したその足でね、でもチケット取ってへんぞっつって「いや取れんやったら行こう」って言わはんで。お母さんも行っといでみたいな話になったんで、チケット取って、自由席みたいな席を取って、2人で見に行ったんですけど、この人すごいなと思って、退院したその足で2人で、もうその時も80ぐらいになってたと思うんですよね。ですごいなと思ったんですけど、そんな話をずっと、僕 と、お父さんお母さんとでうちの兄貴と4人で、居酒屋でお酒飲む席がありまして、でその時に僕がこう、お父さんの話をしてたと思うんですよね。お酒入って、でお父さんとお兄ちゃんは飲まないんですけど、僕と母親は飲むんですけど、2人でこうお母さんとずっと飲んでて、お父さんのこう僕はお父さんのことは好きやみたいな話を言ってたと思うんですよね。だからその時にお母さんがいきなり20年ほど前にお父さん一回別れようという話をしたっていきなり言い出したんですよ。いきなり何を言い出すんやなと思ったんですけど、なんかいきなりその女ができた20年ほど前ですから、もう60いくつになってたと思うんですけど、でその話を急にその酒飲みながら言われて、こっちとしてはもうなんでそんなこと言うねんと思ったんですけど、兄貴と二人でこうまだまだわしらいけるなみたいなことが言って、何の臨機かようわからんことだったんですけど、なんかその日もう悲しいって悲しいってずっと涙出て、もうお父さんのこと悔しくて悔しくてみたいなことをガーッと言われて、母親もやっぱり女性なんやなと思って、こんな話を息子40オーバーの2人に、する話なのかなと思ったんですけれども、こんな席でこんな話を言っていいのかどうかよくわからんのですけども、貞吉ちょっとおいで。へえ、何でございましょうか貞吉。あんな
今旦さん何してある？旦さんですか？旦さん今ね奥に入ってなんか着物を選んでましたけども、なんか出かける言ってましたけどな。せやろ、このところ毎晩そうやな。お前な、後で旦那さん出ていくから、その時に後付け。あ、旦那さんの後付けますの？はい、あれやした。だから後で全部報告しといて、その話を。はい、でその話を報告したのはお小遣いをあげよう。あ、小遣いもらえますの？ ありがとうございます。いくらもらえますの？いや、まあその話次第によっちゃ1円でもええから、まあ話によっては50銭になるかもしれんけど、まあ1円50銭になるかもしれんな。ああ、なんとか1円50銭で。なんでや、1円50銭っていうのは。まあ万年筆買いますね。万年筆買いの、まあそんな話によっちゃもうええようなお金あげます。万年筆ぐらい買えますな。あ、今旦那さん出てきましたね。はい、行っといて。はい、分かりました、ありがとうございます。旦那さん出てきてた。番頭さん、僕出かけてきます。どこ行くんや、佐々木氏。いや、ちょっと探偵に。何や探偵って、お前。ああ、まあほんの、ああ行ってきます。旦那さんどこ行ったかな。あっちあっち。旦那さん行ったな。しかしまあみんな話はしてたけれども、ほんまにスケベおじやな、あいつ。ほんまになんか気持ちいい夜やな。月夜も出てるし気持ちいい天気や。天気やから歌も歌いたくなってくるわな。スケベ親父がよ、スケベ親父がよ。あの角曲がっていったな。曲がってきよった。お箸渡っていったな。お、気持ちいい夜やな。しかしああ定吉やないかい。お前何してんねや、大きい声出して。旦那さん、スケベ親父。いや、スケベ親父やあらへんがな、お前。何やお前それ。お前、まあまあまあ、今更遅い遅い、隠れんな隠れんな。ケツ出てるって、ケツ出てる。あ、出とる出とる。どこ行くんやお前。あ、私ですか。旦那さんこそどこ行きますの？わしかいな。わしはあれやな、ちょっと越後屋の方にな。越後屋さんですか？越後屋さん向こうですけど。ああ、まあまあ今日はええ日やしな、気持ちええ天気やし、まあ月夜も出とるからちょっとぐるっと回って行こうと思うんやけど、佐々木ちゃんお前どこ行くねん。いや、私もその越後屋の方に。ねえ、越後屋はお前向こう言うてて、お前も越後屋の方に。はあ、まあなんとかせんとあかんねんやけど。なんとかせんとあかんって、それ何やそれ。はははは、なんか分かったぞお前。うちのもんに何か言われたやろ。いや、うちのもんに何も言われてません。お前がうちのもんということなんやろお前。な、うちのもんに言われたやろお前。なんか、いやー、何も言われてません。はい、なんとかなります。なんとかなるって何やそれお前。ああ、分かった分かった、大体読めたぞお前。うちのもんに後つけて何か言えって言われたやろ。いや違います。いや分かってんね分かってんね、大丈夫や。もうもうついといて。今なわしもがま口忘れたさかいにあれやけども、あー、ついたらなんとかしてやろう。な、一緒にまあついといて。お、わしや、わしや。はい、すまんな、わしや。はい、あ、旦那さん、はあ、ようお越しくださいました。お、おたけさん、はい、おるかいな。あ、います。お姉さん、お姉さん来はりましたで。はあ、はあ、ようお越しくださいました。はいはい。あら、まあ今日はお連れさんと一緒ですか。いや違うんや、これ定吉、ちょっとうちの小僧なんやけどもな、どうもうちのおもんが後つけてやれって言ってるみたいで、後で報告させるような話を言ってるみたいわ。へーへーへー、そうで、どうしましょう。ちょっとな、わし今がん口忘れたさかいな、ちょっと懐でなんかこいつに渡して、安城して、嘘ついてもらうようにするさかいに。へーへー、わかりました。おたけさん、おたけさん、お菓子ありましたやろ、お菓子持ってきゃね。へえ、わかりました。じゃあお菓子とな、須崎さんつうのかいな。はい、 お菓子と、これ少ないけれども、あとでうどんでもお食べ。へえ、ありがとうございます。そんなとこで見るやつがあるかいなお前。もうしもときしもとき。あ、それからな、お前ええように言うときや。え、なんて言いましょうかな。そうですな、あれですわ、まあ旦那さんは、越後屋さんに行って合に講じてまして、盛り上がっておりますから今晩お借りにならないんじゃないかと、そういうふうに言ったらよろしいんちゃいますやろか。はあ、はあ、そんなこと言いますもん、ね、
越後屋さんで合コンに講じてて、はあ、あ盛り上がって、はあ、帰れんと、そういうふうに言ったらよろしいのかいな。そうですな、それをうまいこと言ったらよろしいんじゃないやろかな。佐々木氏、お前ちゃんとうまいこと言うんやぞな。へえ、わかりました、はい、なんとかします。あ、それからな、佐々木さん、あのお菓子とあのここに駒がありますねんけどな、あの駒を持ってきますかいな。で、私はいつもこの、あの毎晩この駒で占ってますねんけどな、あのこの黒い駒が旦那さんで、でこの白い駒が、ご本家のおかみさんで、でこの赤い駒が、私、この3つを同時に回して、どっちに旦那さんがつくかによって、今日は私のところに泊まったら、まあ、お泊まりになるという占いをずっとしてますねんけど、この駒を持っていきますかいな。はあ、はあ、ありがとうございます。もらえるもんは何でももらって帰ります。ありがとうございます。じゃあ佐々木氏、頼んだぞな。え、わかりました、はあ、あ、えらいこと頼まれたけれども、万年筆のためやしな、ちゃんとあのもらって、この今もらったお金と、おかみさんにごまかしたお金と一緒に合わせて万年筆を一生懸命買おうと思うんやけどな。はあ、着いた。ああ、えらい、しま、店閉まってしもたがな。すまへん、すまへん、すまへん、佐々木氏帰りましたけど、すまへん。えらいこっちゃ、夜は冷えるでよ、こんなん中に入れてもらえんかと、私もその寒いかな。ごめんやした、ごめんやした、佐々木氏ですねんけど、やばいな、もう帰ってきたのにな。旦那さんのお帰りです。旦那さん、お帰りませんでした。あれ、旦那さんどこ行った。いや、私一人です。なに、佐々木氏どっちかよ、お前。なんでお前、旦那さんは、いや今日はお帰りにならないみたいなこと言ってましたけどな。なんかあのあれで、あのおかみさんが、お前のこと待っとるぞ。はいはい、行きます行きます、はい、わかりました。おかみさん帰りました。待ってたで。どうやった。なんですかいな、はい、越後屋さん行って、なんかその業が楽しいなって、なんか盛り上がっております。何やそれ、お前その言い方、え、業が盛り上がってなんかやな。あ、そうですか。あのな、うちのおたけおるやろ、あのあんた一人じゃ頼んないからな、あのうちのおたけも連れてったやで、後つけたやな、あんたも。はい、おたけも連れてきますからやのは。はい、お腹減ってるか。はい、減ってます。じゃあおまんじゅう食べるか。おたけ、おまんじゅうもといて。へい、おまんじゅうです。食べてよろしいのかいな。食べ食べ、お腹減ってたら喋るもんも喋られへんようになるやろな。これ上等なおまんじゅうです。なんか後ろに竹のあれがついてます。いただきます。うまいか。めちゃめちゃうまいでございます。めちゃめちゃうまいございます。せやろ、うまいやろな。ただな、そのおまんじゅうな、熊野の合酸という薬が入ってんやで。何ですかその薬って。熊野の合酸って言ってな、それを食べたら、嘘ついたら血吐いて死ぬやで。嘘ついたら血吐いて死にますの。せやで。でおたけもついてってるからな、全部分かってんやで。はあ、分かりました、はい、万年筆のためになんとか、はい。何や万年筆って。私は万年筆の話なんか聞いてまへん。でどうなんやったん、どこや。あの心斎橋のタバコ屋の筋を右に曲がって2軒目です。そんなところに女囲ってますのか。でどんな感じなんや。いやもうめちゃめちゃ綺麗です。綺麗なんかいな。そんな綺麗な人なんかいな。他にはピカピカしてなんか光っとりますわ。光ってる。他にはなんか店主が言うには黒々としてて、書き心地がええと。書き心地がええって、なんで住人のあんたがそんなこと言ってますのよね。何の話をしてんやあんた。万年筆の話や。そんな話は私聞いてませんがな。で今日は今晩は帰ってきますのかいな。いや
まあ帰ってくるかどうかあれなんですけどな、他には何かあるか。いやそういえば女中さんがまだいました。女中さんがいますのかいな。えらいこっちゃな、そんな贅沢をしてからにほんまにもう。そんな女中さんや。いやなんかうちのおたけはんと同じおたけはん言うねんけど、なんか向こうのおたけはんはすごい綺麗なべっぴんさんなんやけど、うちのおたけはんはカバンみたいなデブとばーって。そんなわたいデブで悪かったな。いやそんなん言うて、うそついたら血吐いて死にますがな私。で今日帰ってきますのかね旦那さんは。あそういやあの駒もらいました。あのなんかこの駒で回して、この黒い駒があの旦那さんの駒で、でこの白い駒があのおかみさんで、ね、あのこの赤い駒があのなんか彼女のあの駒らしいです。でこれを同時に回して、旦那さんがどっちかにつくかで、あの白い駒に当たればあのお帰りになると。で赤い駒に行くと、なんかその家に泊まらはるみたいなことを毎晩か占ってるらしいです。そうですか。じゃあ回しなはれ。回しますのか今。回しなはれ今すぐ。わかりました、回します。はい、まず旦那さんの方から回します。よっよう回りますわ、元気ですわ、うん、よろしい。で私の渡りの回しながら、よっ回ります。はい、でその彼女の回しなはれ、よっしょやっぱり若いみたいやなこっちの方がそんないらんこと言わんでよろしいよ。ああ旦那さんが、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 ああ旦那さんが彼女にコツンと、ああ今日お泊まりです。いやそんなこと言うてませんがな、もう悔しい。もう一回やりなあれ、もう一回やりますのかいな。わかりました、よっ。えらいこっちゃな、もうほんまに頼みますぜ、ほんまに、よっこっちも回しますな。あたたたたたた、つきそうでつきそうでつきそうで、あーとまた彼女にコツンと、お泊まりです。悔しいな、ほんまに。もうええ、わたいが回します。これが旦那さんの駒か。まずで、あんたー、わたいの駒回します。定吉、この赤い駒回しなはれ。わたいこんなん触れたくもありまへんもん。わたいがこれ回すもん。ちょっと話しますか、話しますか。じゃあこの辺まで行きますか。もっと行きなはれ、もっと行きなはれ、もっと行くのますのかいな。じゃあこっちの方まで行きますかこの辺回しますか。もう端っこの方まで行きなはれ、次も端っこの方まで行きますか。わかりました、じゃあこっちの方で回しますか。よーっとああ旦那さんの駒が、ああ旦那さんの駒、ああこっちに来てます、こっちです、ああ寄ってきます、寄ってきます、寄ってきます、ああコツンと、やっぱり赤い駒につきますわ。その駒、旦那の駒、ちゃんと調べなはれ、ちゃんと調べますのかいな。ああダメですわ、この駒、辛抱が曲がっております。